エディカリーは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。身長211センチメートル、体重130キログラム。ポジションはセンター。イリノイ州、ハーベイ出身。少年時代は体操競技選手になることを夢見ていた。ソームウッド高校を卒業後、大学には進まず2001年の NBA ドラフトで、シカゴブルズから1巡目4位指名で NBA 入り。 同じく高卒で同じ年に、ブルズに入団したタイソン・チャンドラーと共に将来を、職望され、ブルズの伝説的スター、マイケル・ジョーダンの背番号、23にあやかって、カリーは、2、チャンドラーは、3の背番号をつけていた。技術は未熟ながらも大柄な体格を生かし、ゴール下では抜群の得点力を発揮。2年目の2002から2003シーズンには、フィールドゴール成功率は、 リーグトップの58.5%を記録した。2004から05シーズンには、ブルズのマイケル・ジョーダン時代以来のプレイオフ進出に貢献するが、2005年3月に不正脈が発覚し、以降シーズン終了までの13試合を欠場。プレイオフもすべて欠場し、チームは、カリーの不在もあって、プレイオフ1回戦で敗退した。FA となっていたカリーに、 ブルズは契約のためにも遺伝子検査を要求。検査で異常が見つかり、引退を余儀なくされた場合には、ブルズは毎年40万ドルを50年間支払う、意向だったが、カリーは検査を拒否したため、ブルズはカリーの放出を決断した。健康上の不安を抱えるカリーのトレードは難航したが、ニューヨーク・ニックスとの間でカリーを含む5選手が絡んだトレードが成立した。 ニックスでは当時ヘッドコーチであったラリー・ブラウンとの間でチームのエースであったステフォン・マーブリーと共に圧力が生じチーム成績は低迷を極めた2006から2007シーズンにはゼネラルマネージャーからヘッドコーチに就任したアイザーやトーマス大制のもとカリーはチームのリーディングスコアラーとして活躍したがプレーオフ進出は逃した 翌2007から08シーズンにはニックスが新たに獲得したザック・ランドルフとのコンビが注目を集めたがうまく共存できず成績は大きく後退2008から09シーズンは体重超過や故障などでシーズンをほぼ全休。私生活では元運転手から同性愛を求められたとして訴えられ、また22万ドルの借金でマンションを差し押さえられ、さらに 元恋人とその娘が殺害されるという事件も起こり、公私ともに厳しい状況に追いやられている。2011年2月22日、コーリー・ブリュワー,ーとの交換トレードにより、アンソニー・ランドルフと共に、ミネソタ・ティンバー・ウルブズへ放出され、すぐに解雇された。同年12月にマイアミ・ヒートと契約し、チャンピオン・リングを得たが、FA に伴い事実上の戦力外となり、2012年10月、 トレーニングキャンプ時にサンアントニオスパーズと契約したが、チームには合流せず、その後ダラスマーベリックスに移籍したが、即解雇され、中国でプレーした後、引退した。最大の武器である、フックショットのみで、現在の地位を築いた。幅のある巨体はパワーに優れ、ゴール下では抜群の決定力を誇るが、一度預けた、ボールは二度と帰ってこないと評されるように、パスアウトという考えは、 持っていない。また、体格の割に、ブロックやリバウンドは少なく、ディフェンスへの意識も低い。ありがとうございます。